それはお前の勝手だ。最高だよ。そういや、かなちゃんの連絡先聞いてなかったな。あ、忘れてたね。桜庭ちゃん、ネット界隈はどう？ああ。原因がわからないまま終わるのは気持ちが悪い。まるで時効じゃないか。お待たせしました。おお、スピーディー。朝メニューはスピード重視にしてますので、お客様も時間がないですからね。ちょっと聞こえちゃったんですけど、羊飼いがどうかしたんですか？お、新入生なのにもう羊飼いのこと知ってるんだ。入学前からネットで学園のこと調べてましたから。それに私、4日前に羊飼いからメールもらったんです。え、いや、そんな見られても。私たちは全員羊飼いからメールをもらってるんだ。